ありえない極限状況例えば隕石が地球に落ちてくるとかですね東京が水没に落ちてくるとかですねそんな巨大な破壊を描いてその中の恋愛を描くことによってみんなを感動させるわけですねそんなね刺激いっぱいの感動の恋愛ドラマを見ちゃったらですねその日常がつまらなく見えてしまうってことじゃあ新海監督はどうすりゃいいの魂を売り飛ばして無責任に売れ続けるようなみんなを泣かせるだけの作品を作っていればいいのかそれもなんか多分できない人なんですよ思想から読む天 テーマっていうのは何かというと映画が語りたいことなんですよ。でも思想というのは何かというとテーマを生み出しているものなんですね。何を作者は考えていてこんなテーマの作品を作ろうと思ったのかっていうですね、そのバックボーンな話になります。えー、思想で読み取るですね、えー、天気の子です。これ根本的にはですね、若者を泣かせるようなアニメなんか作って本当にいいのっていう問題意識をそのまんま映画化したもの。 「君の名は」でですね感動の対策を作ってみんなが泣いてくれてよかったんですけどもそれでいいのかとこの映画の中で「晴れ女」っていうのは雨ばかりの世界にひとだけの面白いですが、ね、あれ2時間か3時間のまるで映画の上映時間のような晴れ間を作るっていうのがこの映画の中に出てくる「晴れ女」なんですけどもでもその「晴れ女」が晴れ間を作った反動で東京にはもっとひどい雨が降るんですね雪まで降ってしまうんですでこれ何かっていうと新海監督の自分自身が作るアニメっていうのは人を感動 させるんですよ。元気を与えるんですよね。しかし、その与える元気というのは嘘の元気。感動というのは映画館で1800円で買えるような嘘の感動なんですよ。オリンピックで人は感動するし元気をもらえるっていうふうに言うんですけども、しかしそれは 他人が一生かけて努力した結果を見て、なんか味はですね、嘘の感動であって、嘘の元気でしかないんですね。で実際にオリンピックとかで目をそらされているうちに、日本は悪くなっていくわけですね。貧富の差は拡大するしですね、上級国民と、あの、下流国民というですね、格差が生まれてくるわけなんですよ。で、素晴らしいアニメが作られて、感動して泣いてるんだけども、そんなアニメーションがいっぱい作られた結果ですね、家から出なくて働かなくてですね、新しいアニメばっかり求めるファンが増えてですね、一時しのぎの 感動とか元気ばかり、そればっかり欲しがる人間を増やしてしまった。多分これってヒット作を生み出したクリエイターをみんな考えてることなんですけども。なので、 かつてですね、宮崎駿はですね、あの、子供たちに外で遊んでほしくてトトロを作ったと。しかしトトロのビデオを見て、子供たちはより部屋にこもるようになってしまったというふうに嘆いてたんですけども、新海の監督の作品も同じなんですよ。ありえない極限状況。例えば、隕石が地球に落ちてくるとかですね、東京が水没に落ちてくるとかですね、そんな巨大な破壊を描いて、その中の恋愛を描くことによって、みんなを感動させるわけですね。でそんなね、刺激いっぱいの感動の恋愛ドラマを見ちゃったら もう普通の日常がつまなななななくくっって、て、遅れなくなって当たり前なんですよ。日常が輝いて見えるっていうことは逆に言えばその映画が終わってしまったらその日常がつまらなく見えてしまうということなんですねあの刺激たっぷりのですね香辛料のいっぱい効いたコンビニの飯ばっかり食ってるとだんだん現実の出し味の 良さが分からなくなってくるのと、まあ、同じようなもんなんですけどもですね。なので、この映画の思想っていうのは、俺の作るアニメっていうのは、一時の感動や元気と引き換えに、世の中をひょっとしたら悪くしてるんじゃないのか、そういう問題意識から始まってます。で、これを表現するために、これの思想を表現するために、悪意のなくて、天然で本当に良い,いことだけをしたいと思っている晴れ女と、で、しかしその晴れ女が祈ることの代償として、この世界っていうのは、大雨にあって、水の中に沈んで、 おまけにその晴れ女自身も消えてしまうっていう内容にしたわけですね。この思想を伝えるためにこのテーマが選ばれてるわけです。じゃあどうなるのかここから先がこの思想の結論部分なんですけど。じゃあ 新海館とかどうすりゃいいのと。えー、罪の意識があるから作品作らなきゃいいのか。意味ないですよね。じゃあ、魂を売り飛ばして無責任に売れ続けるようなみんなを泣かせるだけの作品を作ってい,いいのか。それもなんか多分できない人なんですよ。違うんですよ。あのね、新海館とかやるべきことは、この作品の中で宣言してることはです、ね、全部分かった上で売れる映画、面白い映画を作り続けるしかないっていう宣言なんですね。あの、自分の映画ごときでこの世界はダメになったりしないっていうふうに、まず決めつけるわけです。 あの <laughs>、これなかなかです。すごい振りかぶりなんです。で、もしダメになったとしても、この先日本が戦争に巻き込まれるようなダメなようなことになったとしても、自分が面白いアニメを作ってる限り、日本は戦争になろうと、また天変地異が来ようと、その中で人々はきっと幸せに生きていける。 もう、ここまでですね、言い切ってるわけですね。面白いアニメを作って、その上に感動してくれる人がいる限り、その世界は、面白いアニメを面白いって言ってくれる世界は大丈夫だし、そのアニメを作る俺も大丈夫だ。これがそのラストの僕たちは大丈夫だっていうところへ持っていくための根本の思想なんですね。これが思想としての読み方です。えー、これからもですね、深海監督が観客を泣かせると。その中で必ず未来への希望というのを常に語ると。 泣ける映画。つまり、観客の涙で大雨が降ってる世界の中に、必ず泣けるだけではなくて希望っていうですね、晴れ間を作るというですね、そんな映画を作るぞ宣言をしてるわけです。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。